5番、恩田義恵さん、日本。 Number 5, representing Japan, 吉江恩田。成功すれば日本人の女性としては伊藤みどりさん以来というトリプルアクセル3回転半をドイツ大会でトライしました、まあ、結局降りられなかったんですが、その3回転半ジャンプ、今日は試合前の練習で5回飛んで失敗して、今ちらっと映っていましたが山田コーチと話し合って、今日のトリプルアクセルは飛ばないかもしれないという話をしています。3位以内ならグランプリファイナル出場確定と同時に、ソルトレークシティオリンピックの切符を手にします。恩田義恵、アメリカのクラシック音楽で構成されています。ファンファーレです。トライするならこの直後です。演技の全体をスマートに行こうという山田コーチとの話し合いがありました。トリプルルッツ、ダブルトーループ、またもや高さがありましたね。ありましたね、はい、特に最初のトリプルルッツ。ジャンプの得意な恩田、今度はトリプルループです。んちょっと軸が外に外れてしまったので、ええ、少しランディングが乱れてしまいましたね。ショートプログラムでは順位点2位につけたジャッジが4人いました。今のはトリプルフリップの予定だったんですけれども、塔を突き損ねてしまいましたね。こういうことは珍しいですね、彼女は。そうですか、はい、フリップは左足踏み切り、右足のつま先を使います。この 1,2 年で手足の表現力が豊かになりました。2回目のトリプルフリップはダブルトーループとのコンビネーションです。この辺りです。これで1回、今笑顔が出てもう1回いきます。満面笑顔です。
はどう解釈しているでしょう。ショートプログラムの時にはガッツポーズが出たんですが、トリプルアクセルを封印してダブルアクセル連発で自分の演技を終えました。恩田芳恵、なんとなく練習中、6分間の練習中からですね、はい、ちょっとこう表情が硬くなってしまっているかなというようなところがあったんですけれども、その中でいくつかミスはありましたけれども、最後まで諦めずに頑張りましたから、はい、これは本当に素晴らしいですよね。五十嵐さん、はい、山田コーチと話し合って全体をスマートな、ちょっとこれ見てみましょう。最初のコンビネーションジャンプです。ここは五十嵐さんどうですか。これは高さもありましたし、はい、なお言えばですね、ジャンプ降りた後にちょっと流れが止まってしまっているんですけれども、さほど気になるほどではないので、はい、いいジャンプ の中に入ると思います。でこれは最後の表情、昨日はガッツポーズが出たんですが、ちょっと最後ははにかんだ表情が見えました。やはり途中でトリプルループをですね、降りてからオーバーターンをしてしまった、それからフリップもですね、一回爆発してしまいましたね。で後で飛び直しをしてコンビネーションで決めたんですけれども、そういったパーフェクトじゃなかったって言ったところで、ちょっとねというような意味が入ってたんじゃないかと思います。でしょうね、はい、3回転半を飛ばずに全体のこう流れを重視したという今日の恩田のスケーティング自体は五十嵐さんどうですか。それで正解だったと思いますけれども、あとですね、プログラムの中で、はい、やはりステップとかストレートラインのステップとかですね、まあ、そういった部分が非常にただ通過しているようなステップになってしまっているんですね。ですがそういったところにうまく来れるとですね、楽に高い得点出していけるようになると思います、はい、本人よりも山田コーチが喜んでいるテクニカルメリット、技術点です。 5.6、 5.2、 ウズベキスタンがちょっと低くて 5.1 ですが、ほとんどが 5.5 以上の得点を出しました。滑り終えたこの表情です。表現力どうでしょう。プレゼンテーション、これは分かれましたね。 5.1 から 5.6、 しかしここまで5人滑って恩田トップに躍り出ました。 5.3 プレゼンテーション 5-1 5-6 5-4 5-3 5-4 5-3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 
これでグランプリファイナルと同時にソルトレイクシティがほぼ確実になりましたけれども、今の気持ちいかがですか？そうですね、とにかくあのファイナルが決まったので、あの今日のループとフリップを絶対に克服したいと今すごい決心してます、はい、今シーズンはドイツでも2位に入って、この NHK 杯でも2位に入って、何が一番良かったんですか？やっぱ演技とかじゃなくて、そのだいぶそのあの連盟とかにもジャンプが認められるようになったっていうのがすごいいいっていうか、嬉しいんじゃないかなって感じ。今年のグランプリシリーズは大きな自信になりましたね。そうですね、大きな自信にはなったので、それがその今後その緊張しないようにもう自分はできるんだっていう自信を持ってその試合に臨んでいきたいなって思ってます。今日のフリーでは控えたトリプルアクセルはファイナルソルトレイクで楽しみにしていいですか？そうですね、自分も挑戦したいです、はい、頑張ってください。おめでとうございました。ありがとうございました。恩田選手でした。